さあ、湘南龍さあ、ハイナガ波動とソニック、裏剣うまく避けているゲージ差もあるからね。そうですね。あー、ジュチューと波動返して最近みんなあの辺の詐欺飛びがかなり精度が上がってるなそうですね見てて思いますね。湘南龍が波動だけで組み立てていく。当たらない。さあこっちも繋がらず。さあ地道に地道に安倍氏おっと下が下行ったぞ。これあぜ投げですよこれおあぜつ中足一本でも食っていける。それを証明する。最後は様時間をよく見てた。あれはガードしても攪拌が間に合わないですね。間に合わないですね。タイムアップ寸前の読み合いって面白いですよね。そうですね。これ0秒というのが1秒間ありますんで、はい、なかなか終わらないっていう。投げがさっさとダメージ入るやつとかもいますんでね。おっ竜巻。さあここは大足ではない裏剣勝利出す。これ得点で投げ、なかなか投げ前広いですね。そうですね、外流よりは結構広かったなるほどはずです。竜巻はガード、しかしお釣りを入れられず。若干のリードがちょっとずつ広がる。さあ差し返す。ゲージが溜まった。勝利釣られた。高め、ダベル様フルヒット。地上硬直1フレに多分当たりましたね。おお、そこから諦めてない。あ、投げ死なない。減らない。まだあるぞ。あぜくん飛びよ。あ見てから打っちゃった。飛ぶんですよ彼は。さあ新竜今日次が竜が多いですよ。そうですね、竜3人連続。3人連続トパンで飛んでいく。さあファイアハロー、ここから前に投げて手投げから。さあソニックが出ない。おお、前そバットで波動拳の出来を潰して、まずアゼが1本。あの体力だと昇竜ぐらいしかないですよね。そうですね、本当に立ち中継とか触れないですよね。はい、あいつになっちゃいますからね。ジャンプ強パン、裏剣。あそこで強パンを選ぶ意味というのは台足が当たりづらくなるという。そうですね、感じになります。シャガチューで一応対空ですよね龍が。そうですね、それにも疲れやすくなると。さあ投げ返し、そして下がっていく。おお、もちろん打たない。リスクは極力抑えて立ち回っていく。しかし新竜がチャンストライ下が入る。あーファイヤー燃えなかった。今日はよく下が通ります。投げまだ死んでない。全然減っていない。あーガードしちゃった。届かず。出ましたユリッチ、久しぶり。久しぶりですね。開幕レク切られて、なんかユリッチが出てくるときいつもコエモンがマイク持ってる気がするんだよ。そんな気がします、確かにまだやってたんですね本当ひどいね。さあ、さあコマンドミス。ここは大足確定ポイント。創造さんに10分ぐらい説教されました、あれで説教された。はい、それはないよ。あーお前押すだけだべっつって。これさすが話フェイロンに5分近くつけるだけありますね。そうですね、うまいな。さあ大足しっかり見えている。さあお遊びはそろそろここまでなのか。ちょっと高めだか投げれない。
さあ中足中足、うわー小足中足、ね、安全連携、さあ胸ありさがと出てくるね。これは職人芸が見れますよ。どっちが強いかな。攻略の精度はムナーリさんの方がだいぶ高い気がする。そうですね。ただ今台足を空振った後の硬直になっちゃってるので、はい、これをコパンとかを挟んで短くしておかないと後々痛いことになりますね。後々がさあしっかりアッパーから落として届かないんですね。これ前をしっかり見ている。前というか今硬直が減ってきたからですね。そうです、大硬直だと届いちゃうんですけど、しかしガイルは端々でも飛ぶか飛ばないかというそんだけのタコもあるんで。確かに。あ、アゼがうまい。さあ今のソバットうまい。タイガーにが出ない。さあここがガード、手堅い、あ、バカー、しかし足りるのか。これは避けていく倉橋戦法。アゼガイルはですね、はい、サガットの垂直ジャンプに対して台足で対空取る前を取るのがうまいんですよ。なるほど。 あとあのジャンプ中キックサマーですね。はいはいはい、あれもでかいです。歩きアッパーが間に合わず、今台足からキャンになっちゃってるんでこれで台の硬直なんですよね。長いですね。おお、歩きさあ台アッパーか、素晴らしい。さあしかしこの距離は、あ、しかしまた絡めた。喋ってると分かんないな。わーっと確定逃す。空振りの音で聞いてるんで。あー、なるほど。まあ僕はモーションで大体確認してますね。竜とかもそうなんですけど。さあ汗が手堅すぎるぞ。これは坂田負けている、負けているぞ。ブナーリどうする。あー全然足りず、汗が連勝止まらない。ここでバイパーホークが止めにかかる。大好きなガイル戦です。開幕ガイル側が前に歩いて裏剣打ってましたけど完全に歩き投げですねさあ死んだが、これはあ、ちょうど今回らない。おお、高め暗い投げ。おお、ナイス、よく見ている。投げ返してさすがに高いか。わあ、うまいする。怒りのバイパーチョップ。わあ釣れた、一瞬歩いた、いい釣り。さあここでソニックへの対応が全部飛んでいるという。そうですね、これですね。スタート、仕込みが出ちゃった。さあそうですね、まだあるんですね、これ。おお、ダブルサマーで削って死ぬところまではずっとありますからね。なるほど。開幕立ち強キック、あれを食らうと結構嫌な感じになります。さあこれはしっかりあの引きつけリフトアッパーと高めコンドルダイブが2択ですね。なるほど、これですね。回す、いた、そして先飛びから回して止めたらワイパー。寺さん剣、おお、開幕回されて減りすぎじゃないかこれ一ラウンド目は3回でちょうどゼロドットですね。差し返す、おっと、バイパーの突っ込みチョップ。おい、コパンで止める。うわー、しかし、うまい。おー、しっかりしている。すべてに仕込まれてますからね。あれはもうすべてに勝利権出し続けるしかないですね。出し続ける意志力。意志力。差し返し。さあ詰めている、勝利。これは削り角レッパが出る。 2回目の一番てっぺんまで完全無敵です。そうですね、もう判定を前に出る技とかで抜けるしかないですね。なんかうまいこと、そうですね、無敵同士で抜けるのが。
でも劣化神経の方が長いよね。あ、そうですね、さすがに。お、おー、あー、これですね。いつか前読みするだろうという。おーっと、奇襲をかけて大足。あーっと、これはコパン勝利、長州の技。さあ、グッチ流。この二人もよく当たりますよね。そうですね。おお、中小流竜竜巻で近くに寄って、開幕からお互い熱いですね。ダメージ源両方とも小流源ですよ。さあ、グッチ竜が貯める。しかし、おそらく数えていません。数えてないんでビビって下がってますね。で、テラさんも数えていません。パンピー同士の中足の振り合い、小流小流膝から、小流、この小流は素晴らしい。そういうのダメと煽っていく。画面の脇からわざわざアイコンタクト。グッチさん負けた時顔が出てくるんですよ。あ、そうですね。何それとか言いながら負けてますよね。お、いい空中戦、まあ、さあ、ゲージが溜まった。さあ、ハイヤーもらった。こっから波動に押し返せない。おー、うまい。足払い戦になる。波動信頼しすぎだろ。前にやるけど、投げ。そういうのダメと逆に煽っていく。この昇竜すかしがうまいですよね。へっしゃ、すかし2段、そして昇竜の打ち合い、中骨大足した弱小竜。あれ、わざとやってますね。そうですね。おお、狙っていた。勝利切り返して、切り返し。まあ、ドンピシャ釣り合い。ここで安本だ。何者なんですかね。そうですね、いつも違う名前なんですよね、この人は。確かに色が物語ってますが、うわー、これは、おー、裏と見せかけての表、投げ返す。当たらない。当たる。おー、張りて、まあ、今日の試合やってて竜に全然勝てねえよとか言いながらこっち来たんですけど、何気に酒とかしましたね。おっと、これ代名詞ですよね、スカシオイチョ。ピヨって裏、そして絶対やると思った。あ、あるぞ、あるぞ、これは。このロットだが、張り手を出さない。溜めに行かないのか。溜めないのか。溜めた方が勝率高そうですけどね。そうですね。これで。うん、あ、飛んでいく。大ゴスやりすぎ。行ったり来たり。さあ、14番手ハスラーバルログ。いや、この対戦は結構見てて面白いんですよね。ホンダ、バルドグ、これもなんかお互い有利って言いますよね。そうですね。じゃあ、お互い不利って言いますね。お互いやりにくそうですよね、なんか。うまいこと、クソ無双が意外に使えるようになる組み合わせですよね。あ、それは面白いポイントだと思います。おー、ごっつぁん相打ち。さあ、ここからこれはもう端っこに到達したので下がると、相打ち。こんなは、おっと、これはやりすぎた。死んだか。おお、マジか。おお、ガード、よくガードした。めちゃくちゃボタンを押してましたけどガードになってました。読み負けてんじゃないですか。多分話し投げですね、あれは。さあ、バックジャンプ、キョーパン、これが本当に強い。ゴッツァンが、おお、これは死んだか、これ。おお、京丸話すのが遅すぎる。まあ、テラー警戒がありますからね。さあ、全員あるよと想像が起きて、投げ返す。投げて、熱い、あ、投げが決まった。ハスラーが勝利。ここで長州拳が10番手。さあ、これはヒョウバルに対しては一応対応策がありますね。しかし、それ以外の部分が結構、それ以外は厳しいですね。大昇竜、落ちる。
相打ち。相打ちは OK。差し返して。ああ、それはやってはいけない。さあ、膝ガードしている。明らかにボタンの音はしていた。あ、一文字で締める。すごいですね、このバルーが。話し投げやってますよ。ボタン明らか押してます。しかしガードですね。話ではできません。さあ、ヒョウいらねえからと、創造さんから。そうなんですよね。おー、コパコパコア勝利引きつけて、テラーで切り返して、タッチテラー勝利が裏に投げ。さあ、ヒョウいらねえからと、創造さん。ここで話しヘノン。いや、ここはやってほしいですね。まあ、師匠エボに行くという話を聞いてるんですけども。そうですね、僕は一切聞いてなかったです。お、繋いでいく。さすが愛のある師弟関係ですね。全く何の連絡もなく、昇竜化けのコパンに劣化神拳。お、あっと、うまい出し切り。あれ、即死を回避できる唯一の技なんですよ。あー、なるほど、遠いという。投げまして、うわー、出る逆昇竜。昇竜、ああいう時の昇竜うまいですよね。そうですね。さあ、かすった。これは支援客めくりレッグから、あー、宙が漏れる。うっ、あっと、これはペイロン側が美味しい。おおなんだこの技、お尻が強い。うわー、とチューチュー支援見ていた。友沢デカが出てくる。これはどう見ますか。あー、これはハナシーさんがネタで殺しに行く感じなんですよね。いつも通り、いつも通り。しかし、友沢さんの暴れポイントが結構ずれてきたんで、ほう、こういう見てからのプレー結構混ぜてきたり。おお、素晴らしい。で、めくりも今まで表一択だったんですけど、はいはい、台足のポイントを掴んだみたいで、結構露骨に振ってきたりとかで、あの相打ちですね、しゃがみ台パン相打ち。リーチか、コパン飛びに対してガードだったんですが、そこをしゃがみ台パンを相打ちで取り落とす。そうですね、投げ減った。必ず投げなんですけど、あれが返らないんですわ。そうですね。まあ、ただつなぎが甘い台足とかはダブル2位を食らって逆2択になってしまうので、今みたいにしゃがみダイパーですね。さあ、溜まっている。投げ、そうですね、これ下がる正解だと思います。さあ、火力が高い両者、こっから何が起こってもおかしくない。ああ、めくりになって、うわー、危ない。しかし、これは選択した、うまい。おー、ピオラしていく。さすが藤沼俊理。これはちょっとお手本を見せてほしいですね。ただレッグがなんかさっきから出てないですね。投げ返し、ハナシフェイロン乗ってくると止まらないので、早いうちに殺すしかない。あーっと、いや、これ確定です。チュースピーバーは2回食らってアッパレかけですね。研究が進んでいる。これを投げて、受け身がない。投げ返す。おっと、珍しく人確認。もうビンターバレありかもしれないですね。さあ、うまい。うわー、折り返してきた。行ったり来たり劣化神拳。さすがの話。話。川又龍。さあ、開幕始まる前からサッシさんの煽りが飛ぶ。話あるよと。うまい。さあ、さあリーチだが、ここはおっと、投げて、おー、竜巻、珍しい。おー、おこれマジか。勝利で帰りますけどね、普通に。おー、なんか1ラウンドに1回ずつミラクルが起こってるんですけども。あー、今のめくりよくガードした。おっと、見てから投げ。端っこ、しかし勝利。
烈空が足んないと想像さんの劇が止め。おお、ハード。烈空が足りないと、サシさんからアドバイスが。さあ確認、うまい。烈空来たよ。ここから。うわあ、二段目。できる。入って。最後は烈空。